さ。熱帯亜熱帯地域の河口に出現する森、マングローブ。川の流れが穏やかで、潮の満ち引きにより泥質の干潟が現れるような場所に形作られる。マングローブの中に自生する植物はおよそ100種類ほどあることが知られているが、数の上ではオヒルギやメヒルギといったヒルギ科の植物が圧倒的に多い。そもそもこのヒルギ科の植物が持つ不思議な能力がなければ、マングローブが形作られることはなかったと言えるだろう。ヒルギ科の植物の多くは細長い鞘のような果実を実らせる。種は鞘の中の枝に近い部分に入っている。一般的な植物は種はその中に含まれている栄養分で発芽するが、ヒルギ科の種は枝から栄養分を得て枝についたまま鞘の中で発芽する。ある程度発芽が進んだ段階で鞘は枝から離れていく。鞘が突き刺さることで潮が満ちても流されることなく、ヒルギは干潟の中で世代を重ね、マングローブという森を作ることができたのだ。このような発芽の仕方を胎生未生と呼び、ヒルギ科以外の植物では極めて稀であるし、ヒルギ科の植物でも根元が干潟でなければ発生しない。ではヒルギはどうしてそこが干潟であることがわかるのだろうか。川を遡って満ちてくる海水に含まれている塩分が関わっていることは想像に難くない。しかしそれだけでは説明がつかないケースがある。南大東島の大池には世界でも極めて珍しい陸風型のオヒルギ群落がある。この池の水は深い部分は海水だが、オヒルギ群落のある湿地帯は淡水である。しかしこのオヒルギもまた胎生未生を行う。胎生未生を行うか否かは塩分というよりもどの程度の時間根や幹が乾水する環境であるかがポイントになる。大池に陸風型オヒルギ群落が存在するのは、この池が海とつながり干満の差で水面の高さが変わるからに他ならない。ヒルギの根の内側には塩分をろ過する絨毛があり、それでも取り込まれた過剰な塩分を一枚の葉に集めるという不思議な能力も備えている。しかしヒルギにとってより重要なのは干満の差による水面の変化であり、胎生未生も満潮で泥に刺さることなく漂流する種が遠くの土地で速やかに根付くための工夫だったのかもしれない。マングローブには不思議な生態系がいくつか存在するが、その多くは潮の干満というリズムから生まれている。ヒルギもまた
干潮と満潮を測るセンサーを持ち、そのリズムでマングローブという不思議な世界を作り出してきたのだ。人類にはこれほどまでに自然を測るセンサーはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先に、いつも堀場製作所。